皆さんおかわりありませんでしょうか。真笛しのぶ奏者の山口元文です。今回は指使いの基本について少しお話しいたします。よろしかったらお付き合いください。さて、この指使いの基本ですけれども、その基本の前の基本として、これやっぱり笛の持ち方といいますか、指の置き方ですね、これを復習しておきます。これは以前の動画にも挙げましたけれども、笛と指の角度がですね、こう直角になるようにしてください。90度になるように。これがですね、こういうふうにこう斜めになったりしない方がいいです。指というのは、まあ、上下に一番こう動かしやすくなってますので、こう斜めに持つとですね、これがこうかなり不自然な形になって押さえにくくなります。ですから、笛に対して直角90度になるようにしてください。こうならずに、こういうふうになるように。これは大体の人がですね、間違えているのが、この親指のどこに笛を乗せるかでこれが決まってきます。これがですね、お腹でこう挟む人が多いんです。そうすると自然に手がねじれてですね、こういう持ち方になってしまいます、ね、こういう持ち方になってしまいます。ですから、この親指をですね、よいしょ、こうやって、脇腹で押さえるように、まあ押さえるとか脇腹の上に、笛を乗せるようにして、あとはそのまま指を置いてください。そうするとこういう形になります。左とも同じですね。こういうふうに、斜めに入り込まないで、手の甲をですね、こうちょっと外側に向けてあげるとこれは治りますので、よいしょ、こういう形ですね。こういう形です。はい、こういう形になります。これがこういう形がこういう形になるわけですね。そうすると素直に、指が上下運動できるということになります。それからですね、この指の上げるこう、なんていうかな、角度ですかね、広さというか大きさですね、これを割と指穴に、近い人がいるんですけども、近いとですね、こういうことになります。今6の音でやってますけども、下手すると半音ぐらい、ピッチが下がって、それからやや音が暗くなってしまいます。ですから、これを防ぐためにはある程度使ってない指を上げてあげるということが大事になります。まあ、角度から言うと40度とか45度ぐらいでしょうかね。あんまりこう無駄に、大きく上げる必要もありませんけれども、この、指穴から出てくるですね、空気、息をこう邪魔してあげない、いいところで、固定できるようにしてください。どんな楽器にせよ、指の練習訓練というのは、音階そして分散和音から始まります。これが大事な基礎になります。と言いますのも、音楽というのはちょっとこれは極端なんですが、いろいろ分解していくとですね、この音階とこの分散和音からできています。まあ、音階というのはスケールとも言いますし、分散和音というのはアルペジオと言います。この音階の話、それから、分散音 の、 この、まあ、理論的な話をするとまた、長くてですね、ややこしくなるので次の機会に、しますけれども、どういうことかというと、こういうことになります。今、この1の指からドレミファソラシドドシラソファミレドと、吹きました。まあ、この今日は6本の笛を使ってますので、この、1の指、まあ、この笛でいうドですね、これがですね、実音、実際の音はシのフラットになるんですけども、これもまた、話がややこしくなるので、全部、今日は、ドレミアソラシドと、呼んでしまいます。今ドレミアソラシドドシラソファミレドと、これ波長調という、調子の音階になります。それから、分散和音は何かというとこういうことになります。
分散和音というのはですね、音階というのは、隣の音をこう吹いて階段のように上がったり下がったりするんですが、分散和音というのは、こう飛び飛びに行くわけですね。まあそれも規則があるんですけれども、ドレミファソラシドの中からある音を拾い出して一つの和音を作るんです。その和音は、まあ、ピアノですとドミソと一緒に弾けますけれども、笛は一度に一つの音しか出ないので、こういうふうに分散して和音を出します。これが分散音ということになります。そしてこの波長調の中における分散和音というのはいくつもありまして、最初の音が変わることによってどんどん変わってきます。はじめにドミソですね、はい、今度は基本の音をレの音にします。3ミの音ですね。まあ、こういうふうに全部作ってですね、まあオクターブ上になって元に戻っドミソに戻りました。これが分散和音です。さて、まあ音階と分散和音、こんな感じなんですけども、これはまずゆっくり確実にですね、まあできればメトロノームを使って正しく吹けるようにしてください。で慣れてくればだん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 指もですね早く動くようになってきます。まあ初めのうち息が続かなかったらどこでもいいですから、そこで止めて息をしてください。まあ、今きれいにオクターブのところで息をしてましたけれども、途中でも一個に構いません。まあ、分散和音の方も初めはまあ一つの形でワンフレーズだけ、これでも全然構いません。でまあ息が続くようでしたら、逆の形もありです。こういうふうにですね、まあ、ご自分でいろいろな形をパターンを作って練習してみてください。まあ、それでスケールと分散和音がまあ少しできるようになったら、これを組み合わせて練習するということもあります。例えばこういう形ですね。まあこういうふうにいろんな指使いが考えられるわけです。でこれも焦って早く吹かないで、できればメトロノームを使ってゆっくり確実にできるようにしてください。今ドから始まる、まあ、ドレミファソラシドという、波長調の話を、音階の話をしましたが、合音階を使う場合が結構、多くあります。合音階というのは、ドレミファソラシドのように、まあ、7つオクターブ入れて8つですけれども、そうではなくて5つの音から、成り立つ音階ですね。レファソラドレレファソラド、まあオクターブ上入れると6つになりますけれども、レファソラドね、これで5つ5音階になります。こういうのもあります。
これは、今3の指から始めました。それからこれ、6からですね。そして、こういう音階もあります。これは都節とか、陰線法と呼ばれますけれども、これは実は行きと帰りで音が、変わったりします。今行きと帰りで一つだけ音が変わりましたね。上に行くときは2を使って、下に、下がるときは、1を、使いました。それから、沖縄音階、琉球線法ですね。こういった音階もあります。いろいろな音階を、練習することで、表現の幅、それから、できる曲の幅も広がってきますので、皆さんぜひ、こういう基本的なことを大事に、進めてみてください。それから、今日最後になりますけれども、打ち指という、テクニックがあります。これはもう皆さん、ご存知かと思いますけれども、同じ音を2つ以上続けるときにですね、この打ち指という、技術で、演奏します。例えばこういうことですね。これは洋楽では下でやっちゃいます。タンギングというのを使ってですね、こういうふうに、タンギングを使って、舌をトゥッとかクッとかですね、言って出しますけれども、日本の、楽器は、尺八もそうですけれども、タンギングを使わずにこの打ち指でもって、同じ音を、二度演奏するときには区切るということになっています。で、この打ち指にもですね、いろいろあります。この上げ方一つでかなりニュアンスが変わります。大きくするとこうなりますね。で、ほんのわずかな、隙間、上げ方、それからスピードを速くすると、こういうふうに、ニュアンスが変わってきます。そして打ち指はその、実際、2の、音だったら、2の指で、やるんですが、そればかりではなく隣の指でやる場合もあります。ニュアンスが若干違ったり、これはその曲の前後によって変わってくるんですけども、これも自分の好みでいいと思いますが、こういうふうに、使ったり、します。どちらでも構わないと思いますが、あまり打ち指というのは大きくやると、ちょっと音楽的にですね、どうかなという感じがします。こう余計な要素が入りますよね。この音が大きすぎてですね、ちょっと、最初のメロディーにはふさわしくないかと思います。もしくは、軽く、打ってあげることで、この曲のニュアンスが崩れないのではないかと思います。これは他の指でもできます。こういうふうにできます。これが全ての音に対応しているかというと、そういうことではなくて、例えばゼロの打ち指というのはもう一つしかありません。この左手の、1の指ですかね、これでもって人差し指で打つ、これしか、ありません。
こういうふうに、やります。七バテについてはかなり打ち指が、難しい状態になります。どの指打ってもあまりはっきり切ることができません。ですから僕はですね、七バテの時はゼロを代用して、使っています。まあ、こういうふうに、ゼロを代用して使っています。まあ、もしくはですね、7バツでどうしても、ゼロに置き換えられない場合、まあ、シノブエですと、ゼロというのはかなり、ピッチが低くなりますので、タンギングしてます。この他にも、半音を出すための指使い、先ほど7バツという言葉が出てきてましたけれども、まあ、これは7の半音したですね、まあ、そういう半音を出すための指使い、それからその半音を使った単音階の練習、そして一つの音を違った指使いで出す替え指というものがあります、まあ、これらについてはまた次の機会にお話しいたします。このような基本練習は地味で退屈で面白くないかもしれませんが、この先いろいろな曲を吹くためには、欠かせない要素となっています。まあ、算数で言えば四則計算や九九のようなものでしょうか。ゆっくり確実に体に入れるように練習してみてください。今日はこの辺で、おしまいにします。最後までご視聴ありがとうございました。